自分ところがあんまりキャッシュフローが作れないから、特にそのメインバンクだけに頼らざるを得ないみたいな考え方持っとる人、実を言うとサブバンクに借り換えを提案していったらある程度態度がわかると思う。熱血コンサル基礎産業。短期資金と長期資金をどこの銀行から借りたらいいのか悩んでいるのですが、メインバンクからは短期資金を借りた方がいいということや、サブバンクでは長期資金を中心に借りた方がいいというようなことはあるのでしょうか。これはね、言い換えるとサブバンクってどんな役割なのっていうことなんだと思うんだよね。長期と短期っていうわけじゃないんだよ。2つ顔を持ってんだよね、そのサブバンクっていうのは。一つはやっぱりそのメインバンクがお腹いっぱいになってきた時、要は企業が成長局面にある時にメインバンクがもうパンパンになってきた時に手伝ってもらわないといけないというところで、そのサブバンクっていうのがあるっていう考え方だよね。これが一番多いかな、実を言うと。一時期その事業再構築補助金なんかやっとった時には、要注意先の会社がね、なんか6000万とかがっつり調達できるみたいなことがあるから、なんか自分ところだけでできないからサブバンクにお願いに回ってみたいなことってよかったんだよね。まさしもあれだよ、信用金庫時代にあるパチンコ屋があってね、中央って会社があったんだけどね、そこにメインバンクだったんだよね、信用金庫が。お腹いっぱいなんだよ。だってパチンコ屋1個作るのにって言ってすげえお金かかるじゃん。っていうことになると、サブバンクの我らが東証一部上場企業 H 銀行にお金貸してくださいみたいな、で調達一緒にやってくださいみたいな感じでお願いに行く。だから信用金庫がメインバンクの先っていうのは、サブバンクをしっかり固めとった方がいいよ。これもう絶対言うとくから、地銀とかにしとった方がいいよね。これどうしてかというと、その信用金庫には大口予信供与っていうのがある程度しっかりしてあるんだよね。もうだいぶ昔で忘れたけど、自己資本比率の 0.5% だったっけ、預金だったと思う。3000億かける、例えば自己資本が 10% だったとすると300億ってことだよ。300億の 0.5% 以上を貸し取るところとか、なんかそういうのはなかったと思う。俺がおったとこはね。だからそれを超えるところっていうのは、そのクレジットリミットってよく H 銀行だと言うんだけど、そこに抵触してくるから他の銀行と協調でやるっていうことで。で、そうすると間口がいっぱい増えるから、シンジケートローンっていうのがあるってことなんだよね。一本でうちがまとめましょう。幹事行になりましょうみたいなことがあるわけよね。何も知らなかったら来てから新人なんか知らんし、みたいな、新しい会社なんかみたいな。だって貸さないのが仕事だからね。だからそういうふうな意味で顔を持っとくってことが大事なんだよね。だからそこの中央って会社もやっぱりそのサブバンクっていうのたくさん持ってなかったもんな。本当言うともう5つぐらい持っときゃよかったんだよ。山陰工銀とかね。あんなところとかもどんどん開拓して場所も見つけながら買収もかけながらね、やっていけばよかったんだろう。今でも結構元気でされとってんだよ。あそこはあれだよね。やっぱり会計士がやっぱり誘導がまずかったなというふうに思うよな。あれだよ。あそこの山見の会計士と同じ会計士だよね。あそこはちょっとやっぱりあんまり良くないんかなというふうに。だから結構会計士主導で行くと、そういうふうな型にはまったようなところに行くから、だからあんまり相談せん方がいいんだろうなと思う。だからサブバンクは自分で開拓した方がいいなっていうふうにいつも思う。じゃあもう一つの顔何なんですかってことね。もう一つの顔は、メインバンクが急にそっぽ向いた時にサブバンクっていうところを頼りにしていかないといけないっていうことかなと思うね。これはよくある話で、予備意識として持っとくっていう考え方かな。なので要注意先なんかはやっぱりサブバンクっていうのは何個か持っとって、メインバンクが貸してくれなくなったら、そのメインバンクばっかり持っていってたら残高が増えてお腹いっぱいになってくるから、サブとかサブサブとかそういうとこを借りていかないといけないってことになるんだよね。でその時にやっぱりそのこの話ね、サブバンクに意識が行き過ぎなんだよな。メインはもうオタクがメインなんですよっていうのをがっちり固めとかないと、やはりそのサブバンクを開拓したとしても、お前が面倒見ろ、お前が面倒見ろみたいなことになるんだろうというふうに思いますね。これ結論から言うと、長期も短期もメインバンクに必ず申し込みをしなさいということ。
それでどれぐらい貸してくれるっていう風なところを見ながら、お腹いっぱいだったらそのサブバンクにも持っていきたいんだけどっていうことで、サブバンクの担当者の名前も伝えといて広告に行くというかね、サブバンクにも申し込んでいくっていうやり方が、調整してくれるから銀行間で、地域の中で調整してくれるから、こういうやり方が一番まあいいやり方なんだろうというふうに思いますよね。サブバンクの中でもメインバンクになっていこう、メインバンクの借り換えをしても自分がメインバンクになっていこうっていう、まあ、担当者だったり銀行もあれば、まあ、サブはサブのままでこのポジションを維持しようっていうような場合もあると思うんですけども、サブバンクがメインバンクにこう変わっていきたいっていうところのスタンスかどうかっていうのは、どういった対応とかどういった資金を打ってくれるっていうところが見極める基準になるんでしょうか。これね、借り換えなんだけど、結論から言うと借り換えてメインになるっていうやり方だよね。でも借り換えってすごいこう気をつけとかないといけないんだよな。借り換える時にはもう美味しい美味しいよ、メインバンクになったとこはね、住宅ローンも全部借り換えるし、給料からね、給与振り込みからなんから全部自分のところにできるんだもんね。そういうことも結構あったりとかするの。我らがあれだよ、水害と渋滞の街三原市が誇る名車なんかもそんな感じだったよな。 M 銀行ってとこがメインだったんだけどね。だけどこれもうまあもう10年ぐらい前の話だよ、言っちゃおうか。もうね、新聞にも出たから、あのレーシック手術でね、なんか取り違えて失敗したんだよね。でそれでなんか売り上げがガクンと下がって、でその時に M 銀行は自分のところがメインだったんだけど、やっぱもうありがた迷惑じゃないけどね、でもお客さんはちゃんと来るわけよ、事業実態は。俺その時開拓担当やってたから、 M 銀行の分そっくりそのまま H 銀行がバサッと全部借り換えたっていうこと。最初はそのサブで入っていくんだけど、そのうちもメインでバサッと全部取って、住宅ローンからなんから全部取ってみたいなね、いうようなことがあったんだよね。まあ、相続関係からなんか今もやってんじゃないの、なんか。だからそういう風な、なんかメインに行く場合っていうのはメインに行くなりのなんかがあるんよ。保全がまず効いてるって。キャッシュフローがある程度作れる。折り返し資金が打てる。この3つ。この3つがハマってるところっていうのは、で、そんなにいい会社じゃないとこを行くんだよ。そんななんかむちゃくちゃいい会社にさ、メインバンクをじゃあうちにしてから全部借り換えてください言うてやるわけないじゃんねっていう。もう競争させて 0.1% でも金利下げさせた方がいいに決まっとるじゃんっていう話。だけど、ある程度傷んでる会社、傷んでるって言っちゃ言葉が悪いんだけど、売り上げがなかなか上げにくいとかね。だからこの動画見とる人、自分ところがあんまりキャッシュフローが作れないから、やっぱりよそのメインバンクとかサブバンクが相手してくれないみたいな、特にそのメインバンクだけに頼らざるを得ないみたいな考え方持っとる人、実を言うとサブバンクに借り換えを提案していったらある程度態度がわかると思う。これが一番日本の企業の辛いところで、サブバンクが借り換えようとした時に断念した時、サブバンクを自己資金で返せるだけの力がないんだよ。だからその銀行以外の資金調達のガッツリやっとかんとダメってことになる。うちの会社もあるよこの間もあったもん。まあ法人個人一体で見るじゃんか。な、個人で俺不動産賃貸やっとるけ借り取るわけよね。そしたらさ、もう終わるのね、まさしもう50歳おじいちゃんだから返さないと、返したいわけよ。もう返したいんだけどって言ったら、いやそれはちょっと約定通りでみたいなね。で今度カフェやるからお金出してくれっていう話社長がしたんだよな、2代目が。そしたらなんかその時にプロパーでやりましょうみたいな話があって、逆にそこはなんかうち東京が基準になってるから、なかなか地元だとどうこういう問題ってあるじゃん。だけどあれだもん、こっちで借りれんかったらこっち全部返済しちゃろうみたいなそれはもう数億持ってたらそういう風に考えるじゃんか。だからもう2つ、もうどうやったらより大きく儲けることができるかっていう事業展開を考えて取り組む、必死になって365日24時間取り組む、これが1つ。もう1つはやっぱりそれをもとにこんだけ儲ける話があるから協力してくれって言って、1人でも多くの人に声をかけて銀行以外の資金調達をやるっていう、この2つ、この2つがあれば、ここの部分のサブがどうとかメインがどうとかっていうところ、こっちがコントロールできるようになるんだよね。そういう風な1枚上に行ってくれっていうのが今日一番言いたいことですよね。これみんなできるからやれば。じゃあどうやったらそんなことできるのみたいな、それはまさしが神業だから、もう令和のイエスと呼ばれてるまさしだからできるんでしょうみたいな思うと、そうじゃないのね。
一個一個積み上げていけばちゃんと資金繰りの問題、お金の問題というのは解決できます。それどこで勉強するのっていうと二つしかないんだね。一つはもうまさしが本を書くんだね。そう、本を読む。書稿ができたら必ずあれです、サイン入りの本をプレゼントします。それ読むとタダで見ることができるんだね。だけど本を出しても1500円ちょぼちょぼぐらいで読めるからね。だからそれを読むってのはまあ一つ。でこれまあ時間がかかるからもう待てないまさしってことになるとグループコンサルに出るっていうのがいいんですよね。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラス、10人1組のクラスというのがあります。これのですね、資金調達のクラスというのが非常に人気なんですけども、やはりこれ出てる人っていうのは、やはり人の悩みっていうのをよくこう見てから勉強してるから、結構効果がある人が多いです。今100社ぐらい参加してるの、100はもう超えたと思うね。で200ぐらいまでちょっと頑張ってやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。最後にね、そうは言っても資金繰りのクラスなので、資金調達したいって今したいって人多いんでね、そういう人のために個別面談コースというのを用意しております。こちらは 4万8000円で30分というコースになってるんですけども、財務資料からなんか一通り見ます。でその中でうちの資金の中でこうしよう足を言うところをやっていきますので、根本的な解決を目指す人はこちらから行かれたらいいのかなというふうに思います。そうは言ってもやっぱりそのお金払って効果がなかってもいけないじゃないですか。ということで無料の範囲内でお話を聞くということができますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。